頭ハワイ、二頭四系テレビ。あ、テレビいいな。狙うは三頭デーソンの掃除機。おお。今日が福引き期間最終日。大爆死じゃ。はい、ごとぬいぐるみだよ。めっちゃ可愛いじゃん。残念だったな、若いの。わしの勝ちじゃ。気づいてへんのか。嫁の笑顔が本物の一刀じゃ。嫁の笑顔。もういい、もういい。そして今日は、疲れた。お、お、びっくりし、あ、ちょ、何してんの。どうぞ。何なんだ。なんじゃこれ。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアミーク、ハッピーバースデートゥーユー。顔、これ何。あとこれ収めてくれ。え、何、プレゼント。開けていい。え、これってポリキューじゃん。嘘、買いに行ってくれたの。ああ。ありがとう、嬉しいよ。やだ、見て、ヤクザよ。一般人に怖いわね。げっ、タちゃん、ちょっと。なんや。俺が怖がられてる。そんなわけあるかい。いや、あるよ。ご近所さんともうまくやっとるし、ひょうきんもんで通っとるんや。ふん、あやつけようっちゅんか。何かお探しっす。ほら、その服装がダメなんじゃない。服やと。威圧感あるっていうか、せっかくショッピングモール来てんだし、服探してみたら。服ね。なるほど、はいはい。部屋も全部一緒。話聞いてた。はい。主婦なんだし、もっとこう可愛げっていうか、わかんない、威圧感。まあでも、出会った時と比べたらだいぶマシになったんだけど。いいやろ。かわいい。お縄をゲットだよって言ってみて。お縄を、え、なんて。だから、まず、ねえお母さん、あの二人やばいよ。自然と遊ぼう、ブレーメン牧場。会社の人にチケットもらったの、行こうよ。こんなの、ええ年して遊べ言うんか。土日は人も多いし、道も混むぞ。それに着いた。おうおう、みんなはしゃいどるわ。ああ、ちょっとすんません。もう一枚頼む。はい。下から見上げる感じで。わっ、何よ、全然はしゃいでんじゃん。そんなことない。ええか、ここはただの牧場やない。季節の花、グルメ工房、アトラクション、クラフト体験、なんでもありのイベントが盛りだくさんや。ちゃんと絵描いて。あ、ふれあい広場。いかんかい。袋詰めにした後、火あぶりにしたら俺の後に続け。お腹減ったね。こういうところは物価が高い。あ、お弁当。まあ軽食程度やけど。気合の入りよ。なんだかんだ一番タッちゃんはしゃいでんじゃん。全国のおもちゃ屋さんで合言葉「もう逃がさないお縄をゲットだよ」を言うと特典 DVD がもらえるよ。これが明日から始まるの、数量限定だから。お願いタッちゃん、仕事で行けないから行ってきて。何、
俺にそんな。もう逃がさない、お縄をゲットだよ。え、いや、もう逃がさない、お縄をゲットだよ。ほら、もう逃がさない、お縄をゲットだよ。もう一回。もう逃げ。すみません。何かお探しですか。やばい、なんやっけ。逃げてんちゃうぞ、玉取ったろか。いや、なんか違う。どこへ逃げても無駄や。踊れ縄で縛って踏み沈めたるからな。もう逃がさない、お縄をゲットだよ。それや、もう逃がさない、お縄をゲットだよ。はあ、立て、立ち上がれ。よし、頼もう。勝負よ。3セットマッチ、先に2セット取ったら勝ち。ミク、スターサイクロン、プラズマバスター、スターライトイリュージョン、スカレット。あんなに叫ぶから。何言ってんの、スポーツは声よ声、タッチャも叫んで。サイクロン式掃除機、プラズマブラスター空気清浄機、 LED シーリングライト。やばい、あれは神器スパイクや。男じゃけ、嫁守って取られりゃ本望じゃ。